どうも皆さんこんにちは。ネットアップ技術担当の神原と申します。今日はですね、このお昼の時間、おかわりしまして、新たな日常時代におけるデータセキュリティの考え方というふうに題しまして、僕たちネットアップがお届けしていますデータセキュリティソリューション、そういったものを少しご紹介したいと思っています。では、早速セッションの方入りたいと思います。 新型コロナの感染、また再び拡大してきてしまいましたね。僕たちネットアップもですねあの2月の下旬ぐらいからリモートワーク始まったんですけれども、6月下旬ぐらいに一度、少しあの在宅勤務の状況、オフィスに戻れるように少し緩和しました。ただ残念ながらまた7月入ってですねあの感染者増えてきたことで、と従業員全員があの在宅勤務という体制に戻りました。で こういった中なんですけれども、リモートワーク、リモートラーニングといったものが、より当たり前といったところになってきているんじゃないかなと思っています。で、こういった今後、新たな日常と呼ばれるような時代に向けて、いろいろな企業様の方で、さまざまな施策、検討されているんじゃないかと思っています。で、このスライドに上げているのは、まあ、そういったところ、主だったものを挙げているんですけれども、こういった中で一つ重要な項目に、セキュリティ対応といったものがあります。 リモートワーク非常に便利ですね、インターネットもどん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 増強されていますし、VPN なんかも貼りやすくなってきています。であの通信事業者さんに伺うと、裏側ではものすごい急ピッチでインターネットの帯域拡大されているそうです。でこういった形で、まあ、社内ネットワークへのリモートからのアクセス、すごく便利になっていく一方で、まあ、こういった状況を犯罪者が目を光らせているというのもまた一つの事実になっています。このような中でですね こういったデータに対するセキュリティ、そういったものがどのくらい事件があるのか、少しベライゾンさんが毎年報告されているデータ漏洩侵害調査報告書といったところからご紹介したいと思います。実は、このベライゾンさんの報告書、データセキュリティといったところに非常にフォーカスの当たっている、非常にユニークな報告書でして、僕たちネットアップも毎年参考にしています。ぜひ皆さん検索してみてくださいあの。無料で入手できる報告書なので、有意義なこと、をたくさん書かれているんじゃないかと思います。 このブライゾンさんの報告書によると、2019年度、インシデントの数4万件、そして2020年度、この4倍、15万件、16万件ぐらいです、ね、ありったそうです。でそのうち、今、データに関するセキュリティというと、皆さん、最初に頭にくるのは漏洩なんじゃないかと思います。この漏洩事件、2019年度2000件、2020年度はその倍、約4000件、非常に多く増えていっています。 しかしですね、この数字、よくよく見てみますと、インシデントの割合の割には、このデータ漏洩少ないんじゃないかなと思われた方もいらっしゃるんじゃないかと思います。というのも、実はこのインシデントの中に隠れているデータセキュリティの事件というのがあります。それがランサムウェアです。このランサムウェア、まあ、何かというのは、この後ほどご紹介したいと思うんですが、暗号化されてしまう、すなわちデータ自体は漏洩しない。そのため、 データ漏えい事件ではなくインシデント、セキュリティインシデントとして報告されます。では、どのぐらいの数があの被害に遭っているんでしょうか。実はこの約5万件ぐらいがボットネットによるこのランサムウェアの感染といったものに引っかかっていまして、実にあのこのセキュリティインシデントの約3分の1ぐらいがマルウェア、ランサムウェアによる被害となっています。で、業界、ほぼほぼすべての組織、すべての産業といったものが標的になっていまして、 7割近くの,あの被害に遭われた方の目的というものが金銭の要求だったという、まあ、ちょっとひどい状況になりますではここでですね身代金ウイルスと言われているランサムウェアどんなものなのかちょっとご紹介したいと思いますまずマルウェアハッカーから送り込まれていきますそしてこのマルウェアを実行してしまうとすべてのデータファイルが暗号化されてしまいそしてハッカーの方から複合機を渡すから 代わりにお金を払い、え、まあ、身代金ウイルスと呼ばれる幽冤ですねで。ここでお金を振り込むと、ハッカーから暗号化キが送られてきてデータが複合できるというのがこのランサムウェアの基本的には仕組みなんですが、ここで皆さん気づくかと思います。身代金を払ったからといって必ずしも複合機がもらえる、そういった可能性というのは確実なものではないというのは皆さん誰でも思いつくところなんじゃないでしょうか。 では実際の被害事例、どういったものがあるのかというのを少しご紹介したいと思います。僕たち本社のある米国での事例を中心にあのご紹介しているんですけれども、実はあのここにあるような形で、業種、業態問わず、様々なあな企業、組織がこのランサムウェアの被害に遭っています。で、その多くがデータにアクセスできなくなってしまうという状況になってきますので、業務停止、あるいはあのサービスの停止、そういったものが引き起こされています。 でここで事例としては挙げていませんが、日本国内でも非常に数多くの製造業、自治体の方々、そういったところが被害にあらわれているというのが、連日のように報道に出ているのも、皆さんご記憶されているんじゃないかと思います。実は僕たちネットアップのお客様もですね、非常に多くの方々がこのランサムウェアの被害、残念ながらあわれていますで。僕たちネットアップ、数ヶ月前にはなるんですが、あの 僕たちのネット主力製品であるオンタップをご利用いただいているお客様向けにこのタイトルにありますようにデータセキュリティに関する10項目の対策チェックリストそういったものを出版することにしました中身はですね実はやや少し技術的に高度な内容が含まれているため僕たちネットアップの社員あるいは僕たちのパートナー様企業を通じてお客様に提供しています というのも、このセキュリティ、まあ、10項目のチェックリストなんですが、すべてやれば OK かというと、まあ、そうでもないんですね。どうしてもセキュリティというのは、セキュリティ対策と、あとユーザーさんから見た利便性、使い勝手の良さといったものがトレードオフの関係になります。なので、あのそこのあたり、そういったところをあのご相談しながら進めていけるようにですね、一応技術社員を通じてご提供するような形をとっています。 でしかしながらですね、お客様でも、まあ、こういったところを目にしたいよというニーズが非常に高いのであの、ウェブサイトの方にビジネス継続性を実現する戦略という形で、まあ、こういったランサムウェア対策、あるいはデータセキュリティ、それ以外にもあのワークフロームホームですとかね、そういったものをあのまとめた形でウェブサイトを公開しています。あのぜひ一度そちらの方を見てみてください。 今日はですは、ね、この10項目の対策チェックリスト、いくつかあるんですけれども、その中から主だったものをランサムウェアの対策といったところでご紹介したいと思います。では、僕たちのランサムウェア対策ソリューション、一体どういうものがあるのか、大きく分けると2種類しかありません。1つはいかにこのランサムウェア、入り込まれてしまったものを検出して拡大を防止するのかといった点。もう1つは 実際にこれで暗号化されてしまったときに、いかに迅速に復旧できるか、この2つの点に限られます。まずは検出と拡大防止という観点で、僕たちのソリューションをご紹介したいと思います。キーワードはゼロトラストという言葉です。このゼロトラスト、ま一体何を意味しているのかと言いますと、全く新しいセキュリティのアプローチ、セキュリティ対策の考え方というものを示しています。 詳しくは後ほどご紹介したいと思いますが、まずはキーワード、ゼロトラストという言葉、しっかり覚えておいてください。でこのゼロトラスト、まあ、僕たちオンタップの中でも生きています。ネットアップ F ポリシー、ファイルポリシーという機能なんですが、これにより、ファイルのスクリーニングを実現する機能の中に、このエンジン、組み込んでいます。どういったものかと言いますと、データのファイルに対するアクセス、操作といったものを許可したり、拒絶したり、あるいは どういった行動、ユーザーさんがどういったアクセスパターンをしているのかといったものをイベント通知する、まあ、シンプルに言ってしまうとそういったものです。で、このユーザーさんから来たアクセス、データファイルに対するアクセス操作、そういったものをすべてログとして捉えておいて、でこれをです、ね、機械学習、あるいは AI エンジンといっても差し支えないんですが、そういったもので解析していって、通常と異なるパターン、これはもしかしたらランサムウェアかもしれない、あるいは他のウイルスかもしれない。 そういった形で脅威を検出する、この2段構えになっています。この脅威を検出する側の機能、僕たちネットアップが SARS のサービスで提供しているクラウドインサイトというサービスの中にクラウドセキュアという機能で実装しています。でこの実は、 ユーザーさんの行動に応じてパターン分析していく、これをユーザービヘイビアアナリティクス、略して UBA 分析なんて言ったりするんですが、この UBA のエンジンを搭載しているのが、このクラウドセキュアという形になります。このゼロトラスト、少しご紹介したいと思います。セキュリティアプローチというふうにご説明しましたけれども、これまでのセキュリティの考え方というのは、しっかりファイアウォールを立てて、DMZ を作って、 物理的にもネットワークのアクセスの方も、もう防衛線を敷いて、そこでがっちり水際対策をしよう、そういった考え方になっているかと思います。でただ、先ほどのようなランサムウェア、一度入り込まれてしまうと、この防衛線の内部でどん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 拡大していってしまいます。でましては今、時代は在宅勤務、リモートワークの時代です。ほぼすべての従業員がインターネットを通じて会社の中に入ってくるようなアクセス。 そのような状況で考えていくべきアプローチというのは、果たして今までみたいな考え方でいいのでしょうか。そんなところから生まれたのが、このゼロトラストという考え方です。すで既に米軍ですとか、アメリカの金融機関、そういったところでは、どん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 採用が進んでいる考え方です。このゼロトラストモデルというのは、内部ももはや安全ではないと、今までとは全く違ったアプローチになっています。例えば先ほどのようなランサムウェア、一度侵入されてしまうと、内部で拡大していきます。 そしてこのランサムウェア、ある適切な社員のユーザーの権限を使ってプログラムを実行していくので、もうシステム的には正当な社員が何かでプログラムを実行しているといったことと何も変わらなくなってしまいますで。そのため、じゃあ内部で広まったものをどうやって防ぎきるんだ、そういった考え方から来たのがこのゼロトラストモデルですね。でこのゼロトラストモデルを実行するには2つのポイントがあります。 1一つは MCAP と呼ばれているセキュリティあ上、あの必要なグルーピングといったものを設定していって、そしてすべてのデバイス、すべてのユーザーといったものは、このゾーンごとに分類されたデータの範囲のところに、きちんと社内であったとしても認証をして、それからアクセスしに行くという考え方です。そして認証をもらえていない場合、適切な権限がない場合には、そのリソースのありかすら見せていかない。 そういった考え方がこのゼロトラストという考え方になっています。では、このゼロトラストに応じた僕たちの機能の一つ、ファイルポリシー、F ポリシー、少しご紹介したいと思います。オンタップ自身に昔から入っている製品標準の無償機能なので、ぜひ使ってみてください。じゃこの F ポリシー、どういったものかといいますと、まずデータファイルへの操作を制限する、許可する、もしくは拒否する、そういった設定ができる、すごくシンプルな機能です。 でホワイトリストをブロ、ブラックリストと書いていますけれども、特定のファイルのみを許可するパターン、あるいはあるファイルのみを拒否する、まあ、そんなことをファイルの拡張書をベースにですねあの操作制限といったものを設定できるようになっています。じゃあ、なんでこれがランサムウェアに生きてくるんでしょうか。ランサムウェアのプログラム、先ほどお話しした通り、暗号化するプログラムです。ですので、ファイルサーバーにあるデータもこの暗号化プログラムを読んじゃうわけですね。そして、この暗号化プログラム、 社員のある特定の権限を持って実行するので、このファイルに対する適切なアクセス権、正当にもらってしまいます。まあ、ここが非常に厄介な点ですね。ただし、ちょっと一つユニークな点があります。それは、暗号化するためにはファイルを読んで、そして暗号化したデータをまたファイルとして書き出すという操作が必要になってきます。僕たちが目をつけたのは、このファイルを書き出すときです。実は、この暗号化ウイルス、 自分たちがファイルを暗号化したということをわからないと身の代金要求できなくなってしまうので、この拡張子非常に特徴的な拡張子に全部書き換えるというような傾向があることも分かっています。例えば、ここに書いてある通り、ドットクリプトですとか、あるいはもうふざけてますよね。lol とか omaiga とか、まあ、そういった形でファイルの拡張子を書き換えてきます。では、ストレージ側でこ,のこういったファイルの拡張子に関しては、 書き込みをを不可でですっていううう設定ししたらどうなるでしょうかこの暗号化ウイルス、ファイルを読んだけれども、暗号化ファイルが吐き出せなくなるので、場合によってはそこで異常を終了することもあります。これだけでもだいぶファイルの暗号化、防ぐことができるんですね。ただ、残念ながら、すべてのランサムウェアのウイルスに対してこれが適用できるかというと、 一部のランサムウェアのウイルスはファイルを開いて、その中身だけを暗号化して書き換える、拡張紙など変えない、そういった動きをすることも分かってきています。では、こういったところをどうやって防いだらいいんでしょうか。一つ僕たちが注目したのは、この暗号化プログラムといったものが一斉にデータファイルを読むということです。ゼロデイ攻撃なんて言い方もされていますが、どういったことかといいますと、 この FF ポリシーの中にもう備わっているもう一つの機能が、さまざまなデータファイルに対する操作といったものをイベントという形で外部に通知する機能を作っています。で、ファイルが開かれた、ファイルが書かれた、あるいは保存された、そういったものをすべてあの F ポリシーイベントという形で外部のサーバーに教えてあげます。そうすると、この外部サーバー、F ポリシー外部サーバーと僕ら呼んでいますが、 そこで全てのこういったファイルのアクセス操作といったものをログとして記録します。で、このログとして記録されたもののパターンを AI、機械学習のエンジンが分析して、通常とは何か違うぞといったところを、このセキュリティのインシデントを管理するサーバーに連絡していきます。で、その結果、セキュリティのサーバーの方で、これはランサムウェア臭いなといったときに、もう一度ネットアップのストレージに連絡をして、 このファイルポリシーの機能を使ってあのファイルに対するアクセス操作をブロックするそういった連携ができるようになっていますではこの UBA ユーザーアクセス行動分析に基づいたランサムウェアの検出といったものをどういった形でやるのか僕たちのクラウドインサイトクラウドセキュアの機能を使って少しご紹介したいと思いますちょっとデモになっていますまずこの異常な傾向といったものを通知して そして、ここからどのユーザーがどんなアクセスしているか、グラフで表示できます。ここにあるとおり赤字でもうすぐ分かりますね。そして、このユーザーが誰とどんなデータを共有しているのか、影響範囲はどこまでか、こういったものもダイアグラムで一発で見ることができるようになっています。でもう一つの観点、まあ、どのユーザーが影響を受けているかの他かに、まあ、どういったシステム内のコンポーネントが影響を受けているか、そういったものも表示できるようなツールになっています。 今までのお話が検出そしてどこまで影響範囲があったかそういったものを確認するといったところなんですが残念ながら検出が間に合わず暗号化されてしまいましたそういった時にはどうしたらいいのかもういかに早くリストアするかということですでこのデータを守るために感染してしまったときの迅速な対処法としてはまず感染して暗号化しているホストを特定してそれをネットワークから遮断するで マルウェアの対策ソフトアンチウイルスソフトなどでそれを駆逐して、場合によってはシステムを初期化していく。まあ、そういったものが必要になってきます。で、もう一つのポイントとしては、まあ、感染を拡大するためには、まあ、システムのセキュリティ脆弱性の情報をチェックしていって、そこをパッチを当てていくということも必要です。ただ、実際に看護化されてしまったデータも、やはりリカバリしなきゃいけません。ここで役立ってくるのが、僕たちネットアップのスナップショットになります。 このスナップショット機能、非常にユニークです。まずあの、僕たちのオンタップのユーザーさんでしたら、もう非常に昔からご利用いただいているので、よくご存知じゃないかなと思いますね。スナップショットのイメージ、読み取り専用なので、過去のバックアップイメージ、ランサムウェア、侵入できないんですね。データを書き換えることができません。なので、確実にこのデータファイル、戻すことができます。そして、このイメージ、この戻す復旧にかかる時間なんですけれども、データの容量に依存せず、一瞬で復旧。 すすることができますもう僕のお客様でもですね僕自身の経験でも何度も何度もこのスナップショットからの復旧といったところでランサムウェアの被害に遭ったお客様あの役に立った助かったありがとうっていう声をもう何度も頂い,いていますぜひ皆さんも覚えておいてくださいそして実はこの復旧が終わった後ああよかったで終わるかというと実はそうでもないんですねあのいつどのタイミングで 僕たちのデータが感染してしまったのか、そういったものを追求することが実は非常に長い時間かかります。ですぐにあのランサムウェアがこう検知できればいいんですけれども、やはりそこはなかなか難しいところがあります。で、そんな時、この実はこのスナップショットというのが一つお役に立つことができます。というのも、このスナップショットイメージ、差分データだけをストレージにこうバックアップとして取っていくので、実はランサムウェアみたいなプログラムに感染してしまって、 膨大にデータが書き換えられてしまうと、その瞬間から突然、このスナップショット、バックアップのデータの差分イメージの容量といったのは爆発的にあの容量が増加していきます。ストレージ、あのやはり皆さん容量不足、常に心配されますので、容量監視をされているケースも非常に多いです。そういった中に、このスナップショット分の容量といったものも、ぜひ監視項目に1つ加えてみてください。 この暗号化されてしまったとき、このスナップショットの容量がいきなり急増した瞬間といったものが、実はこの感染がして、あの暗号化のプログラムが発生したその瞬間、その時をあの特定するために非常に役に立つデータとなります。はい、では、もっともっとお話ししたいこと、たくさんあるんですけれども、残念ながらお昼の時間、終わってしまいそうになってしまいます。 で最後、サンマリースライド、聞いていかないという形で少しご紹介したいと思います。まず、今日のお話ですね、新しい日常あの、リモートワーク、リモートラーニング、さまざまな形で、今、新しい世界が始まろうとしていますが、その一方で、データセキュリティといったものが非常に増加していますし、また、ランサムウェアの脅威といったものが皆さんを狙っている、そんなお話をちょっとさせていただきました。 そしてこのデータを守っていくためにも新しいセキュリティのアプローチといったものも並行して考えていきませんかそれがゼロトラストというキーワードでした。でこのゼロトラスト内部も信頼せずに検証してそして確認するそういった考え方なんですけれども僕たちネットアップの主力製品であるオンタップ F ポリシー機能備わっています、対応しています。そして検知したものをあのきちんと AI とか機械学習の技術を使って解析して 今どういう状況にあるのか、それがクラウドインサイトにあるクラウドセキュア機能、そして万が一感染してしまったときにも、オンタップであればスナップショットを用いてリカバリーすることができる、またスナップショットの容量をモニタリングすることで、いつ感染したのか、そのヒントを得ることもできる、そういったお話もさせていきました。で今日お話ししたようなもの,あの、もっともっとたくさんあるんですけれども、ネットアップの提供するセキュリティ強化に向けたガイダンスソリューション、さまざまなものを提供しています。 ぜひここに書いてあるビジネス継続性を実現する戦略、ウェブサイト、URL を記載していますので、このウェビナーに見終わった方はです、ね、ぜひアクセスしてみてください。Google で検索しても出てきます。それでは本日はどうもご清聴ありがとうございました。